みんなこんにちは、アテナくんだよ。奈良の大仏、見たことある人いるかな？テレビなんかでは見たことある人も多いかもしれないね。奈良の大仏って大きいよね。一体どれくらい大きいんだろうね。奈良の大仏の本当の名前はウィルシャナ仏。平安時代に聖武天皇という天皇が国の混乱を仏様におすがりして作った大仏なんだ。聖武天皇が治めていた頃は日照りや干ばつなどで米も取れなくて、悪い伝染病も流行って、政治に不満のある人の反乱も絶えなかったんだ。聖武天皇は考えた。これは私の力が足りないからではないだろうか。御仏におすがりしてこの国を救ってもらおう。そして銅を使って大仏を作ろうと決めたんだ。できたのは752年、今からだいたい1270年ぐらい昔だね。奈良の大仏の高さは約15メートル、ビルの5階くらいの高さで、重さは380トン。もしもだけど奈良の大仏が立ち上がったら32メートルにもなるんだって。ちなみに奈良の大仏は何回も火事にあって、今の大仏は江戸時代に作り直されたものなんだ。今日のまとめ、奈良の大仏の高さは約15メートル。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。